2023年12月9日10日の2日間、万博記念公園で国内最大級の屋外鉄道イベント、万博鉄道祭り2023 with モノレールサミットが開催されます。5年ぶりの開催となる今年は、全国の鉄道会社等85社が集結し、グッズや車両部品の販売、ジオラマ走行等、鉄道ファンにはたまらないイベントとなっています。今回、万博鉄道祭り開催を記念して、イベントの主催者である大阪モノレールさんに、鉄道ファンの皆さんが思わずへーっとなるようなモノレールうんちくを聞いてきました。祝鉄道祭り、大阪モノレールさんに聞くモノレール雑学。弊社大阪モノレールは平成2年、1990年の6月1日に、千里中央南茨城間開業したところから始まっています。普通の鉄道と違うのが、ゴムタイヤで走るというところ、語源となってます。モノというのが一つのとか一本のという意味なので、それのレールということで、一つのレールにまたがる、もしくは他の地域であればぶら下がるところもあるんですけども、そういったもの、鉄道ってもともと坂道弱いんですけれども、やはりゴムタイヤなのでコンクリートと鉄製のレールを使ってますので、粘着力は自動車並みに高いということで、大阪モノレールでは最大50パーミル、一応設計上は60パーミルでも全然問題はないんですけども、全国のモノレールでは最高80パーミルまでの勾配は記録としてはある。正面の連結機の下に除雪ブラシというのを取り付けていってます。新雪の場合は踏むんで大丈夫なんです。その後踏み固まったらアイスバーンになっちゃいますので、雪は必ず履かないとダメなので、基本は終電から始発までの約4時間ほどの間に、同じレールの上を走る工作車というのがございまして、黄色のバッテリーカーが走ってもらってます。新幹線とかと一緒で、スピードメーターの周りに何キロまで速度出してもいいですよっていう信号、数字で出てます。モノレールの場合は25キロ、35キロ、50キロ、75キロの信号がついているので、その区間によってこの速度まで走っていいですよっていうのが自動的に出るようになってます。大体60種類ほどあったと聞いてます。1両で、20個です。1両に、走らせるための走行輪、本当にレールの上をこう走るタイヤが4つ×2ですね。でその走るタイヤの横にレールを抱えるための安定輪と案内輪というのがありまして、それがそれぞれ6つついているので 4+6 で10個、それが1両に2個ついてます。モノレール雑学いかがだったでしょうか。そんなの知ってるよという猛者も楽しめる万博鉄道祭りは、全国のモノレール7社の代表者で意見を交わすトークショーが開催されたり、お子様向けの制服着用コーナーがあったり、日本各地のグルメが楽しめるグルメコーナーがあったりと、鉄道ファンのみならずご家族皆さんで楽しめるイベントになっています。12月9日10日は万博鉄道祭りにぜひお越しください。